県君神社は、京都市北区紫の北船岡町にある神社。旧社格は、別格官兵社で、元、別表神社。船岡山の中原にある。織田信長を主催神とし、この織田信忠を廃止する。正しくは、武井佐神社と読むが、一般には、県君神社と呼ばれ、県ン伊佐さんと、通称される。旧称、県を他社、県君社。江戸時代後期から、 明治時代初期に流行した藩数を祀った神社の一つである。1869年11月8日、日本が外国に侵略されなかったのは、天下統一を目指して日本を一つにまとめた信長のおかげとして、戦国時代を天下統一、長期復興などを進めた織田信長を称えるための剣を他者の創建が明治天皇により決定された。 翌1870年10月17日、剣君の信号を賜り、信長の子孫で、天道藩知事、小田信都市の東京の邸内と小田家丘陵地の山形県天道市に、剣君社が造営された。1875年4月24日に、別格官兵社に、列格した。現在地の船岡さんは、平安系の詩人総王の現部に位置し、 完成しなかったとはいえと与とみひによって、信長の病所、天正寺の境内地と定められた場所であった。その船岡山に神社を移すことになり、1880年9月、社殿が竣工して、東京より先座した。なお、この時は現在、表参道を少し登ったところにある、大平和京神の石碑が建っている場所に本殿があった。1881年に、 織田信忠が合詞されている。1910年に社殿が現在の山頂部分に移転された。戦後、近代社格制度の廃止に伴い1948年に神社本庁の別表神社に可列されたが、2019年に神社本庁から離脱した。祭神、織田信長の業績にちなみ、国家安泰、南極突破、対岸上樹の神社とされる。 高台にある境内からは、特に大文字山、比叡山方面の眺望が良い。また、大鳥居は、京都府内最大の白木の鳥居である。コーン・イトイ、道丸祝詞者、A61 年の信長上落の日にちなみ、10月19日に、船岡大祭が行われる。各地に感情者がある。岐阜県岐阜市若宮町の京森神社では、信長が、みので開いた楽市、落一。 落座の主神が京森神社のご神木に祀られたという伝えがあり、明治になって境内に剣君神社を誕生した。ありがとうございます。